半年。長いっすよね。曲作ったり、バイク乗ってうろちょろしてたり、毎日をそのままそういうふうに思いついたことをやってました。今日はルクセンブルグにあるミシュラン二つ星の店に、挑戦してみたいと思います。では、こっちの価値かな。ライブ中にワイン1本ガー飲んで、そのままステージから落ちそうになるなって演奏したことがありまして。いただきます。ドイツ語でね、1個はこれくださいと言えるよ。ダスビッテ通じてる。ダスビッテ。ラッキョ？ラッキョがついてる。結婚式の引き出物の味がしますね。チビ玉ね。なんかお土産セットに入っている鶏の味がする。これ美味しい。ダスビッテ。So we are here in Luxembourg and we hope that we will see very soon the other member of the Arc-en-Ciel group. Very quickly. Thank you. ミシュラン二つ星と聞いてたんですが、さすが美味しかったですね。いつでもね、こういうとこ来ると文句ばっかり言うんですけど、文句は少なかったと思います。俺が一番好きだったのは、あの赤いタイの料理でした。あれはめっちゃ、グー。やりたいこと？ピュアにやりたいことだけ、その時思ったことを大切にやっていくしかないなっていう。ロンドン来て次の日にアコースティックギターを買いに行ったんですよ。この辺のね、楽器屋をずっと回ってて、古いアコギが欲しかったんですけど、それがなくって、結局あそこのアンディーズギターっていうところで買ったんですよ。ここです。行きます。ギブソン買ったんですけど、ギブソンをずっとね2時間ぐらい弾いて、ずっとおじさんは横でリペアしてる横で、俺は2時間ぐらい何も言わずに弾かさせてくれて、それを日本に持って帰って遊びながら弾いてたらできた曲が今回のその虹っていう曲で。How much is this amp? £395.買います。負けてくれました。これでまたいい曲を書きます。で遊びながらすぐできたんですね。なんか3分ぐらいでできちゃって、でいつもだったら長い期間かけて作
作ってる間にいろんなことを想像しながらとか作るんですけど、その時は何も考えずに曲の方がなんかスッとできちゃったから。何？虹？に、言葉じゃないけど僕の気持ちは詰まってるんで、それで全て感じてほしいなって思います。今日はヨーロッパで、有数の由緒正しい競馬場にやってきました。軍資金はこれだけあるんで、これを倍3倍にして帰ってきます。今パドックでこれから第3レースに走る馬が、皆さんに見せてるわけですね。どんな馬かを綺麗にね、歩くやつがいいらしい。馬の歩き方って分かんない。やっぱり2番かな。もうそろそろ買わないと走っちゃう。2番、めっちゃ不愛想。行きますよ。俺が買ったのはこのね、読み方が合ってればディクティーズ。俺のあれ一番最後ね、いつもね、ロンドンでこの間かけた時は変な名前のね、ブルーシャトーとかね、そういうのかけて買ったんですけど、今度は読み方さえ分かんないんでね。じゃあ僕は1468、この間で、全財産使ってみたいと思います。2番手に走ってるのはあれ白い馬だよね。あれ多分俺のだ。嫌な予感がしてきました。11番が優勝だったんですけど、ほら基本忘れてました。名前で選ぶべきです、馬は。トゥルーン、ドントウォーリーミー。これは心配いらないでしょう。これ読み方がね、俺は勝手にねトゥルーだと思ってます。Das ist für den Toto als endgültige Platzierung 10, 9 und 2. Viertes Pferd ist die Nummer 3, Kiki. Fünfter die Titus Lilius. $200 が、じゃあ200マルクが50マルクになることもあれば、30マルク、200マルクになることもあります。これで、結構トントンだから、美味しいもん食いに行くも何もないって。Zeitreferenz 1 Minute 9,65 Sekunden. Notieren Sie die Kurve. これはその給与期間も前から言ってることなんですけど、自分の聴きたい音楽、やりたい音楽っていうのをやれる遊び場みたいなもんで、これからもそのままそういう姿勢でやっていけたらいいかなって思ってます。